はい、お待たせしました。毎週金曜日恒例の NHK 党の記者会見ですね、金曜日の18時から、まあ、今日から、ね、国会が開いたということで、後ろの時間は12時間弱ですね、7時50分まで取れるということで、先週みたいに駆け足じゃなくても大丈夫なのでやっていきたいと思ってます。で、まあ、いきなりちょっと今日まさかテレビが入っているとはちょっと思わなかったんですが、まあ、昨日の判決全然変わりなくで、何も悪いことをしていないんですけども、まあ、法に触れることが全て悪いことと、こういうものではなく、まあ、分かりやすく言えば正当防衛ですよね。分かりやすい言葉で言えば本当そうなんです。お困りの人がいて、 NHK からいじめられてる人がいたから、おかしいでしょ NHK さんと、このような反社会勢力を使って、集金しちゃいかんでしょと。で、いわゆる共犯というもの、共犯の人を悪く言うわけじゃないんですが、いわゆる私は共犯者がいて NHK さんの個人情報を入手することができたわけですよね。で、その共犯者は別にその人が共犯者って、まあ、あえて言ってるだけで協力者なんですけども、その人は簡単に NHK の下請け会社に採用されて、簡単に私に個人情報を見せているわけですよね。ちょっとまあ NHK のちょっとそこは罠にはまってしまった部分があるんですけども、まあそのような平気な犯罪をする人たちを採用して、当時ですね、3年前高齢者からお金をですね、特殊詐欺として、少なくとも4件、4人の被害者が合計300万弱のですね、特殊詐欺の被害が出てくるわけですから、それに対して NHK の会長はこれ分かってるのかと、あなたたちは反社会勢力を使って受信料をもぎ取るだけではなく、それ以外のお金まで奪い取ってるから会長ちゃんとしなさいよと、ついてはいろんな情報が来てるからお話をさせてくださいと、話をしましょうと、このように迫ったことが、まあ、威力業務妨害ということで、何らかですね、政治家として、NHK を守る党のですね、政党の代表者として恥じることはありませんので、昨日コメントした通りですね、反省することもないし、後悔することもない。当時のいうことですね、私自身は今からこういう過激なことをする必要性も今はないと思っています。まあ、それは NHK もですね、当時の上田会長が自ら辞めてですね、新しい前田会長に代わり、来年の秋には委託会社個別訪問を全廃すると、まあ、このように発表されておりますので、もう過激なことをする必要性自体がありません。で、この会見に来るちょうどもうほんと30分前に、今 NHK の裁判ですね、 NHK の弁護士の方から裁判の書類がこちらの代理の弁護士に来まして、まあ、NHK との民事裁判もですね、2月の3日に行う裁判、もう十分勝てそうな雰囲気というか、もう NHK 側は利息も割増金も請求しないということで、それを争っている裁判なんですけども、もう勝てるんじゃないかというところまでも来ていますので、これからそういうですね、行動をですね、犯罪になるような、まあ、法に抵触するような行動をする必要性もありません。で、まあ、いわゆる実刑ではなく執行猶予っていうのを、まあ、1日経ってみて、これもこう振り返ってずっと考えてるんですけど、これ駐車違反で捕まった方が被害大きいんですよ。スピード違反とか駐車違反とか、あと歩きタバコで罰金1000円とかね、結局私に対しての罰金も、検察が求刑者30万円という罰金も、裁判所は経済的利益を図ったものではないということで、それは認めなかったということで、実は1円のお金も私はお支払いしていませんし、払えと言われているわけでもありません。またですね、任意の事情聴取には何日か応じましたが、いわゆる逮捕と言われる身柄拘束も一度も受けておりません。で、この先もですね、4年間、まあ、控訴しますから判決が確定してから4年ということになりますが、まあ、もちろん犯罪をする予定もそのつもりもありませんので、実は駐車違反よりも
軽いというか何一つ生活が変わらないんですね。これはちょっと刑事訴訟法は改めた方がいいんではないかなとは、逆に自分がその刑になって思いますね。これは弁護士さんとかいろんな、まあ、免許資格の方はですね、有罪になると資格が一定期間使えないとか、会社員の方であれば会社で懲戒処分を受けて減給処分を受けるとかっていうのがあろうかと思いますが、まあ、政治家には一切そういったものがございません。もちろん我が党で何か党首の私自身に私が処分を下すこともありませんし、むしろ政治家としては国民を守る、 NHK に被害を受けている国民を守るということで、むしろ表彰されるべき行動を取ったと自負しておりますので、これに対して昨日同様ですね、何か反省をしているとか改めなきゃいけない、まあ、唯一言えるのはご心配をかけてしまったこと。これは多くの方が田島さん大丈夫ですかと、まあ、昨日も電話もメールもたくさんいただきました。田島さん逮捕されたとか、なんか電話に出てよかったっていう人もいらっしゃいましたので、まあ、正しくその刑事裁判というかご存じない方からすると恐怖を感じた方もいらっしゃるでしょうし、まあ、ただ有罪の判決を受けたからといってひっそりと私のとの関係を切る方もまあいらっしゃるかもしれません、まあ、これも仕方がないと思います。まあ、唯一後悔というか残念だと思うのは、申し訳なかったなと思うのは心配をかけてしまった、まあ、私の母親なんかもそうなんですよ。よくわからない人はちょっと心配しちゃうので、そういう法知識が乏しい方が心配、まあ、に心配をかけてしまったということが唯一のマイナス点かなと思っております。この会見結構長いので、この昨日のことで取材にお越しになられている方が多分いらっしゃると思いますから、昨日の刑事事件の判決について何かご質問があれば先にどうぞお答えいたしますが、いいですか。特に何もないですか。いいですか。はい、ありがとうございます。では次の方へ進めていきますが、まあ、昨日、まあ、それを機に政党名を NHK と裁判、ごめんなさい、 NHK 受信料を支払わない国民をお守りする党というように改正をしました。でこれは少なくとも来年の、来年じゃない3年後の参議院選挙までは変えませんということで、昨日事務員にも言ったところなんですが、ちょっと裁判かけそうになってきまして、もうこれ2月の3日 NHK 側が今日先ほど本当に反論しないと、いわゆるどういうことかっていうと、まあ、僕が言っている利息と割増金ですね、これを債務が存在しないことを確認するという判訴を提起したところ、 NHK は棄却じゃなくて却下、いわゆる安全を確認する必要性がないということで裁判をする必要がないという反論のみをしてきました。で前回の弁論期日では全く同じ主張を口頭で NHK の弁護士さんはしたんですが、裁判長はそれは認めませんということで、反論してくださいと、この反訴状に対して、反論してくださいということで出てきた反論が全く同じ内容のものでありますので、まあ、弁護士さんとこちら側の弁護士さん、前田さん、前田弁護士なんですけど、前田弁護士と今ちょっと電話で話をしようと思ったらちょっと先方が飛行機に乗らなきゃいけないということで詰めてないんですが、これ2月の3日に決心をしてそのまま判決となれば、3月ぐらいには NHK との裁判勝てるかなと、受信料裁判で、ね、全面勝訴できるかなという可能性が出てきましたので、事務員には非常に申し訳ないんですが、もし4月の25日まで、25日がリミットなので、裁判勝てると、まあ、勝ったとなれば、この政党も一旦 NHK との裁判勝ったという形にしてですね、再度これ10回目ぐらいなのかな、変更して参議院選挙は臨みたいと。やっぱり受信料裁判で勝ってるっていうのは大きな、実際いろいろ負けてはないんですよ、これまでも何件かは勝ってるので、勝ってるからあれ受信料の総裁で裁判費用と総裁するとかっていう反応してるんですけども、これを一件勝つと全てのNHK との契約者が裁判勝てるということになります。
いわゆる NHK は規約で、規約上請求可能な割増金とおよび延滞利息ですね。あの割増金っていうのは昨日お情報、おとといだったかな、夜情報もらって、7日間テレビを設置して7日以内に NHK と契約しなければ割増金を徴収するということを平成25年の裁判で NHK 側が主張していたことが判明しました。これまで NHK に、これは割増金を徴収する期間というのはどれぐらいなんですかと直接 NHK の職員カメラ回しながら YouTube に曲げてますけども、遅滞なくとはどれぐらいの期間ですかと手紙と直接と聞いているんですが、お答えにならなかったんですが、11年ほど前、10年前の裁判かな、9年前か、9年前の裁判で7日間ですと明確にしている文章がありましたので、判決文にもそれが引用されていましたので、皆さんもですね、契約されている方は7日よりも遅れていると、まあ、普通の人はそんなのテレビ設置して7日以内に NHK には契約届け出しませんから、全ての方が NHK に対して債務存在の確認訴訟ができて勝てるというような案件ですの でこれは裁判をして NHK がそれに勝てないとなると、裁判費用を NHK が負担しなければならないということにつながります。皆さんの受信料が直ちに安くなるということではないんですが、このような不適切な契約を全ての、まあ、4000万件と契約をしているということが分かるとですね、もちろん NHK は契約のやり直しというのをやらなければいけない。何よりも裁判で負けるということは、裁判費用というのは仮に1円であっても無駄な支出として会計検査院からチェックされます。なぜこんな裁判に負けるような契約をしているんですかということで、ここはこれまで買ってきた時効5年とか債務の債権の存在のありなしとか、まあ、種類とかそういうようなレベルじゃなくて全ての契約に影響するものでありますので、この裁判非常に今注目というか見ていきたいと。結論がね、判決が意外に早ければ3月、遅くとも4月の25日までには間に合いそうです。2月の3日に結審すれば2ヶ月ぐらいあれば大体判決出ますから、まあ、そういう意味では NHK に裁判勝っていると勝っているという現在進行形みたいな政党に名に変えれるということなので、ただね、目的は NHK にお金を払わない人を守りするということは変わりませんので、答弁変更するかどうかも含めてですけども、NHK との裁判、民事裁判は非常に今優勢に進んでいて、皆さんに、切符を届けることができるのではないかと言っています。で、まあ、受けていただける弁護士の方もですね、まあ、昨日唐沢高弘先生かな、おとといかな、まあ、やっていただいて、新たにその77歳の越谷市のね、老夫婦の NHK に、まあ、いわゆる核詐欺請求をされていると、もう払わなくていいって言われたのに19万円払えと、まあ、これも唐沢弁護士が受任していただけるということで、まあ、本当にどん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 信頼できる著名な優秀な弁護士の方が我が党の方に協力をいただいていると。でその方々が、まあ、私のこの昨日の有罪判決を見てですね、まあ心温まる立花さんは自らの身を削って NHK と戦い、国民のために頑張ってると、このようにまあ尊敬する方々からですね、大変ありがたいコメントをネット上に書いていただいて、まあ、本当ちょっと涙が出る思いで、いや、買っていただける方には本当に分かっていただけるんだなと。これが本当の身を切る改革なんですよ。政治家ってそこなんですよ。自分の身なんて捨ててもいいんですよ。本当に国民のために身を切る改革をするっていうのは、刑事事件の被告人になろうが、刑務所に行こうが、自分が破産しようが、家族にどう思われようが、国家国民のために先頭になって悪い組織、悪い風刺を変えていく、それが政治家がやるべきことであり、本来 NHK の職員も同じく公共放送の職員と、公のために尽くすために NHK の職員の給料高いですよね。
年間1800万円ほどの人件費がかかっています。福利厚生費も入れればね、それだけのお金をもらえるのは、実はそのような崇高な目的を達成するために NHK の職員も給料が高いと私は思っていますので、ぜひとも NHK の職員の皆さんね、だいぶと前田会長のもとですね、意識が変わってきて、国民に迷惑をかけないという方向にはなっていると思いますが、ぜひそういった気持ちでお仕事をしていただければ幸いかなと思っています。だから私自身別に NHK に対して本当に敵対心があるとか、もうそんなのは全くないです。ただ NHK のことが好きで愛情を持ってやってるだけで、たまに強く叱らなければいけない時があって、その強く叱りつけたことが、まあ、法律に引っかかって今回有罪という一審判決を受けていますが、全然誇らしいことだと思っていますので、よろしくお願いいたします。あとは特段、その辺はあるかな。ちょっと僕の方は一旦以上です。はい。